大都会、立体交差の高速道路、その上をラクダの小隊が進んでいる。長い行列を作り、整然と歩み続ける。車にとっては大変な迷惑だ。ドライバーが怒鳴っても通じない。どうやら言葉が理解できないらしい。砂漠の民であることは確実である。耳が毛だらけ、鼻には蓋まである。彼らが乗ってるラクダそっくりだ。オアシスでも見せてやればいいのに。軽薄な若いドライバーが提案する。そんなものどこにもないのに。ついに警察のパトカーが到着した。とにかく高速道路から降りなさい。ラクダの正体は命令を聞かない。無視するな、発砲するぞ。ラクダの正体は拳銃さえ見ない。もう警官は頭に来てしまった。とうとう銃弾が発射された。その銃声が大都会の空に消える。銃声とともに拳銃が消える。撃ったはずの警官も消えてしまう。車もドライバーも消える。さらに高速道路まで消えてしまう。周囲の建築物まで消えてゆく。やがて大都会そのものが消えた。まるで蜃気楼のオアシスのように。ラクダの正体は黙々と歩み続ける。どこまでも果てしなく広がる大砂漠を。